皆さんこんにちは。内閣総理大臣の岸田文雄です。年末年始の感染対策へのご協力のお願いです。年末年始は忘年会や新年会、帰省、旅行など多くの方々と会ったり移動したりする機会がたくさんあります。オミクロン株のいわゆる市中感染も確認されており、感染の再拡大を招かないためにもいつも以上に注意いただく必要があります。今一度マスクの着用、手洗い、3密の回避などの基本的な感染防止策を徹底していただきますようお願いします。またご自身の命を守るため、そして家族友人を守るためにも、風邪の症状があるなど少しでも具合が悪い場合には外出を控え、医療機関での受診検査を強くお勧めします。その上で忘年会や新年会の際は第三者認証店でできるだけ少人数で、大声、長時間は避け、会話の際にはマスクを着用して楽しんでください。帰省、旅行についてはオミクロン株の動向を踏まえ慎重に検討し、行う場合にはマスク、手洗い、3密回避を徹底し、ワクチン未接種の方と会う際はなるべく検査を受けていただくようお願いします。そして初詣や成人式、その他のイベントに行かれる際はできるだけ混雑を避けてください。国民の皆様、お一人お一人の取り組みが重要です。ぜひともご協力いただきますようお願い申し上げます。